上げないようにしてたもんね。いい仕事してるよ。もう一口目からも唐揚げになるようにしてたもんね。天皇家が禁止だって言われてるね。禁断の唐食。食からのがいいね。食かな。食パン唐揚げ。唐揚げの食パンで唐食？食から？唐食？皆さんね。どっちの呼びなのがいいですかね。禁断の。お前と今日ね、2個いっちゃう？あと、もうちょっとなんの？ 2 個いっちゃう？いっちゃうか、うん、してるとか言ってるね。ほんと言ったよ、ね、もうやんないのが言ってんのよ、俺は、うん、脅されるの。俺はそう思うなってことしたけだと思うね。ね、あれ裁判にしても、俺は裁判にしましたっていうことも言わないし、判決が出たことも言わないから、なんでかって言ったらさっき言ったことね、名誉毀損になっちゃうよね。プライバシーの侵害、名誉毀損になっちゃうので、そういうことを、宅建士とか管理業務者っていうのは勉強するんですよね。これね、試験の内容の空きなんですね。あるんですよ。だからね、普通の人と宅建士とか管理業務者とか、マンション会社とか、まあ、当然司法書士とか、行政書士とか、公認会計士とか、連立士さんとか、弁護士さんとかね、ファイナンシャルプランナーとかね、そういう、その侍師っていうね、資格の人たちはそのことみんな分かってるから、ちょっと法律のこととかね、戦うとかやめた方がいいですよ。